皆さんこんにちは、ペマンギャルポです。今まで、チベット問題について、あるいはその今回のアフガニスタン問題とか、それからまあ日本国内 の、 自民党の総裁選などについて話をしてきましたけれども、その他に私たちは今現在、日本において、南モンゴルのクリル隊、それからウイグルの世界ウイグル協議会、世界ウイグル会議、それから在日チベット人の団体とか、それから中国の民主化の人たち、さらには香港の団体、それからビルマの民主化の運動をやっている人たち、私たちそのアジアにおいて現在、人権弾圧を受けている国々、あるいは民族で、日本においていろんな活動をしております。ですので、皆さんの中にもしそういうことに関心のある方がおられたら、ぜひともですね、そういう個々の団体でもいいし、あるいはアジア自由民主連帯協議会、それから石井さんという方が中心になって、インド太平洋のことについていろいろ勉強会やってる、そういうものがありますので、できればそれぞれの直接その今被害を受けてる人たちの話を聞いていただければと思います。おそらくホームページなどを探したらそれぞれ出てくると思います。で、日本の国会に対して中国が現在人権弾圧していることに対して非難決議を出してもらうということで、7月あたりからずっと運動をやってて、で7月には1回国会に提出できそうになったんですけれども、公明党あるいはその二階さんなどの反対において、残念ながら共産党賛成してくれたんですけど、こういう方々の反対によって、結局実現しなかった。で、共通するのはこれら全部 の、 背後に、中国があるということです。ビルマに関しては日本では特にその中国が裏にあるということはあまり書いてないんですけども、現地では中国大使館の前でビルマの民主化の人たちがデモをやったりもしております。ということは私たちは共通の認識としては、今アジアにおいて一番の癌は現在の中華人民共和国であるというふうに認識しております。香港はもちろんのことですけれども、中国の国民もある意味では被害者であって、でそしてその中において特に日本においては今中国人で、例えば石平さんとか、あるいは中国民主化の大台さんとか、あるいは最近は女性の方で劉さんという方、あるいはその楊さんという方、2人とも大学の先生ですけれども、そういう方々が今の中国の現状について書いてあります。ですので私たち例えばチベット人が中国の今の政府を批判するのは、もう皆さん多少どうせチベット人が言っているというようなことがあるかもしれませんけれども、私はむしろそのこういう中国の方々の勇気ある発言に対しても皆さん注目して、そしてできればそういう方々の話を聞いていただきたいと思っております。なぜかというと、例えばビルマの民主化を求める人たち、彼らは特別のことを要求しているのではなくて、日本だったらごく当たり前のこと
言論の自由、出版の自由、あるいは集会の自由、信仰の自由、こういうことを求めているのであって、あるいはその自分たちのリーダーを民主的に選挙によって選ばれるべきだと、あるいは選ばれた人を尊重してほしいということを言っているのであって、特別のことを要求しているのではないんです。日本では当たり前のことを要求しているので、そういうことが逆に言うと日本の皆さんにとっては現在当たり前のことが、もし万が一あの北京政府が世界の覇権を握るようなことになったらどうなるかということを私たちの今の現状を通して知ってもらうことが一番いいのではないかなと私は思っております。日本ではよくあの例えばその米中の対立だから日本はちょっとその関わらない方がいいようなことを言ったりしますけれども、米中の対立がなくてもあの中国の脅威は私は変わらないと思います。で なぜかというとその中華自民共和国成立、あるいはその前 の国民党も結局その同じような、まあ、中華思想に基づいて、領土拡張主義とかそういう面ではそんなに変わらない。それからあの、まあまあ、私はいつも思うんですけれども、あの蒋介石も毛沢東もあの残殺とか虐殺に関しては負けないぐらいのことをやってきたし、そして2人ともあの孫文の後継者であるかのようなことを言うわけですけれども、私はある意味ではその清朝を倒して当時まあ満州の王朝を倒して、そしてその後の中華というはあの幻想を現実化しようとしているような意味ではあの同じ側面もあります。まあ、そういうことであのその中国の脅威というのは一つは覇権主義であり、あるいは領土拡張主義であり、そして専制主義であるというようなことのその本質をあの皆さんが知ることは、逆に言って今日本の皆さんがどれだけ恵まれているかということをですね、分かれば自分たちが何を守るべきかということがより明確になってくるんじゃないかなと思います。そういう意味で今度10月1日2日あたりは日本において、まあ、各民族それから中国民主化などによって、デモとかあるいはその集会とか勉強会はいろいろあの予定しておりますので、まあ、皆さんもあのそういうものに対してちょっと関心を持って、そして、別にその深く入らなくてもとりあえず知るという意味で、ぜひ参加していただければと思っております。あのその中国 その本質的な平等拡張主義とかそれはもう昨日今日始まったものではなくて、あれはある意味で本当に中国の思想の根底にあるものだということもですね、中国人の口から聞くと分かると思いますし、そしてその今 の政府がいかに残酷であるかということについてもですね、例えばその楊さんと劉さんが最近あの共同で本を出していますけれども、この文化大革命を中心に、自分たちの国民に対して軍隊が出動して、そして一般の人たちをあの戦車の下敷きにするようなそういう残酷さを持っているということはね、あの 他の人や国では考えられないことだと思います。まあ、私はそういう意味であの石平さんとか大台さんとか、あるいは昔からあの総林さんも頑張っておりましたし、それからあの、まあ、最近になって、この2人のあの大学の先生でありますけれども、女性の方々、まあ、こういう方々の話を聞くことも大切だと思います。あのこういう方々はですね、私たちにもあの謝ってくれるんですね。でなぜかというと彼らは多分あの世界の常識というか
例えば自由とか民主主義とか人権とは何かということをよく理解しているんだと思います。でその彼女たちは勇気を持って発言しているのであって、その他に多くの中国の人たちも、例えばその日本みたいに自由社会に来たら自分たちがいかに不自由であるかということを知っているわけですし、また政府のやっていることに対しても間違っていることを知っているんですけども、やはりその様々な犠牲を覚悟して発言しなければならないということではですね、こういう方々に対して私は勇気ある声だと思って敬意を表したいとも思っております。チベット、ウイグル、あるいは南モンゴルの人たちは当然のことながら外国の侵略であるから、そういう意味での認識の仕方と、もう一つはその中国の人たちでもですね、国内においては自分たちの国でつい1989年に起きた天安門事件でさえも知らない若者がたくさんいるということで、真実とかそういうことを全く知らされてない、あるいはその歴史ということは史実に基づくものではなくて国が作文するものの社会に生きているということを、そういうことをその外国に来て彼らが覚醒して、そして今勇気を持って喋っているということで、わざわざですね、別に北京に行かなくても今日本で自分たちのそばにですね、その中国という国がアジアにとって世界にとってどれだけの脅威であるかということを知ることができると思います。香港の人たちはもっと具体的にですね、最近起きていることについて話をしてくれると思うし、またビルマの人たちもですね、軍事政権の裏で、黒幕としてやっているのが中国であって、しかも中国は政府とそれから反政府 の、 各民族の武装勢力に対しても援助をしていると、協力しているということで、そういうそのことについてきちんと分かることが必要ですし、またこのアフガニスタン問題に対してもですね、いち早く今中国はそのチャンスを使うということで、今積極的に関わろうとしている、そういうことについてぜひですね、いろんな勉強会等について幸いにして皆さんはこの iPhone とかそういうのを上手に使えると思いますので、ちょっと調べていただければたくさん勉強会とかそういうのありますので、ぜひ自分のためにも勉強になると思いますから、そういうことについてちょっと関心を持ってもらいたいということを今回申し上げたいと思います。以上です。ありがとうございました。